キルしまくっちゃうぞ。頑張っちゃうぞ。こういう時にインポスター引くんだ。エロちゃんへの食材が、ついに。エロちゃん、ヨーヨー。はい。うえぇ。うわぁ、ナイス。ナイスデイ。ナイス。ナイスボタン、ナイス。くそ、負けたな。ジニアさん、一番におめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。あ、藤宮さん一番におめでとう票ね。おめでとうございます。この流れはまさか。おめでとう票、まさか天使に入るパターンか。え、夏目そっち。そっち。いやいやいや、夏目。あ、でも1万人の指名が入ったからね。そうだね。あら、テラゾー1。ここでテラゾーさん。テラゾーさん。自動票です。おめでとうございます。おめでとうございます。多分多いはず。いや、2軒目で貨物はちょっとやめとこうかな。今日ね、美容院ね、行ってきました。久しぶりに外出ました。なんで疲れました。そして、ね、ボタン押されそうだな。電気室の、電力をパチッと上げるところです。5秒前のアドミンでは電気室3でした。うん。通信妨害治った直後にはすでに死んでました。あ、なる前に藤宮がアドミン見てて、その時点で電気室にメインに、ラウンジに貨物1があって米サボが鳴ったので、電気室に下から向かったら、先端さんとキッチンですれ違いました。逆走してましたね。はい。電気室と言いましたけど、その時はピカさん見てないですね。サントさん、あのピカさん電気室から出てきましたよね、コメサゴの時。え、っあーって違う一緒にドア開けてる。エンジンルームの LG ピカクロスサントスがドア開けして、あの一緒にコミュニティサポータージュに入ってる。で、2人が入った、その前の話です。僕とサントスさんがメインホールの右側で一緒にいてコミサボ向かい始めて、ピカさんどこから来たっけって話を。ピカさんは宿舎前から行ったよね。宿舎前から、じゃあ上からごめんなさい、失礼。そう、だからあのエンジンルームのドアを一緒に開けてるよって言ったんですよ。あ、じゃあごめん、間違えた、ごめんなさい。直近で電気室3っていう情報が出てるなら、そこにいた人っていうの。これだね。一番最後はトウヤが入ってると思います。ただ今回のエレクトリカルの生成的にスイッチは診察とかメインから入るというか、スイッチの目的じゃないとスイッチの方に行かない道でしたよ今回。通り道にした場合は多分覗かないと思います。ああ、遠いすぎるかもしれない。初手って確か貨物脇がサントス、プテハシ、先端さんで、でプテハシさん多分上行ったと思うね。下には来てなかった。いや、上来てないですね。上来てないです。僕メイン一人脇でシャワールームにずっといたんですけど、サントスさんとまで上からは来てないですよ、ね。そう、私が上回りで行って、で、ね、逆走するピンクと合ってるから、ピンクも上回りじゃないのが見れるかな。ピンクの上回り。トウヤエロちゃんがアーカイブ脇です。うん、アーカイブから。だからそこで合ってないですよね、ピタスさんと。だから下ルートじゃないか。はい、下だと思うけど、停電の時に来てなかったよ。あれでも上、ピタスさん右上行ってたと思うけどな、僕右下やるときに。給油じゃないですか。まあでも結局下行ったんじゃない。下行ったのか。下だと思います。あ、そっかそっか。シャワーとか見られるはずですもんね。そうやったらね。
スタ。ありがとうございます。とりあえずさ、なんか白できそうな人とかっていませんか？うんうん、あ、まあ LG さんは私自身今回 100無理です。はい。同じく。でピカさんも外していいかなと思います。うん。エラゾーさんも外せる。はい。うんうん。で藤宮さんの行動経路も合ってる。最初キッチン脇で藤宮さんが展望デッキ方面に向けてるから、センターさんとすれ違ってる方、位置から関係から考えるといけてない。バイタルって誰でしたっけ？トウヤさんでしたっけ？トウヤですね。いや、ただ通信妨害開けた直後に見ただけです。ああ、いいですか？はい、ラウンジにがアドミンであったんですよね、藤宮さん。はい、それが夏目と多分エロちゃんかな？え、5秒前って言ってなかった？いや、はい、僕が見たのはコメサボの前に見たときに、電気にメインにラウンジに貨物1です。5秒前はサントスの方だった。藤宮さんの方はラウンジ2です。はい。なるほど、はい。5秒前の話であれば、電気室にいたのは僕で、うん、夏目とそのコミサボになる前にいたのはラウンジで会ってます、うん、はい。で3は東屋さんとエロちゃんでしたっけ？5秒前の3は、うん、そうですね、電気室は。お互いは見てないんですか？うん、僕入ったばっかで誰にも会ってないです。で夏目も白にできると思ってて、ラウンジ行った後シャワー室でエロちゃんは先に行きましたよね。なんで電気施設入れないんで、うん、自分も後ろで置いてもらったら結構絞れるんじゃない？そのエロちゃんとトヨさんのちょっとなんかごちゃってると思うんですけど、その電気室さんっていうのはいた人がエロちゃんってことですか？トヨさんはアドミンで見てて電気室さんを見たっていうことですよね？いや違います、僕電気室入ってます。バイタルから。アドミンさんの情報は私が出して5秒前の3人、バイタルから。そうそう、あ、バイタルから。バイタルの情報はトヨさん。バイタル、そう、結論オレンジピンク赤じゃない？うん、まあ絞る、うんうん、僕も下位置にいるから、うん、ああますね。まあ一応藤宮さんもセルフレポートさん、うん、まあ、あら、まあ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 、まあ一応あるけど、藤宮さんセルフだと東屋さんとは二郎確定になるから、できないのが夏目先生とサントスさんとエレジーさん、エレジーさん、あ、てかピンクオレンジ赤以外は弾いて大丈夫。黒はねないと思うよ。いや、黒だった場合バイタル情報が覆る。その二郎じゃないから。様子見しますか？様子見でいいと思います。様子見でいいと思う。危ねえ、ローラされたら終わってた。霧島黒、絶対疑われてるだろうね一番。喋ってねえしょ。キルしまくっちゃうぞ、頑張っちゃうぞ。しかももう一回停電でもいいけどな。素で入ろう。いいな、いい。残念だったな。エンジンルーム右側で藤宮さんしたいです。東屋さんと一緒に見つけてるので東屋さんのセリフではないです。寺蔵さん下から来ましたね、うん、夏目先生が武器庫から上に行ってるんで多分コックピットあたりで死んでると思います。エレジーさんって最後なんか心電図とか見てました？見てないです。俺エレクトリカルで、パチッとくるくる丸3個やった後すぐにメインの方出て、でメイン違う、シャワー室でエロちゃんが左から来てそこから合流してます。そうですね、俺メインでタスクやっててリアクターになったんで右向かったって感じですね。エレジーさんどこから来たって言いましたっけ？エレクトリカルです。ピカクロスさんにいるの見られてます。うん、エレキか。エレキで合ってる。センターさんはどちらに？
あ、今リアクターの左直してました、ね、はい、ずっとしました。キルクール的にエレジーさんがやって電気に来たような印象はちょっとないかなとだけ。テラゾーさんって最後下、下ってきた ないって話ですか、ピカさん。ないと思う、多分。エロシャ見ないよ。あ、下ってきたのはリアクターの左をセンターに任せて右に回るか、うん、べきかなと思ってエンジンルーム下に下がってたところです、今。こっちから来て、そっちに下ったのかな。センターさんってエンジンを通ってリアクターまで、実はどのルートで行かれてる？いや、違います。金庫室入って、昇降機左ですね。ああ、金庫から行ってんの。テラさんがまあドアの状況的にも分かる。テラゾさんエンジン通ってます、ね、エンジン通ってますよ。あ、であれば、絶対直近のキルですね、藤宮さんは。夏目先生なんですけど、夏目先生は1回目停電になりましたよね、開幕すぐ。うん、の時は武器庫にいましたね。あの武器かざすやつやってましたね。テラさんもそれ言ってたから、そうそう、エロちゃんも言った。エロちゃんは下に下がっていったかな、うん、キッチンの方に行ったかな。 そうですね、うん、私視点はテラゾー先端に見えてる。くじみやさんキルがテラゾーさん、先端さんがコックピット切って弁当で金庫室に見えてるけど、まあ、他の人の意見も聞いてるかな。今回ってバイタルとかないんでしたっけ、情報。ちょっと話したいことあるんで、うん、だらしますね。はい、はい、お願いします。お願いします。サボタジとか行かないんで。はい。キルしとこう。貨物があればいい。キッチンか。豆屋さん。ここタスクねえよ。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、さっき僕左で見られたっていう話を、していたと思うんですけど、僕キッチン側に武器庫から、下っていて抜けてるんですね。でその後、セキュリティを一瞬見た後に電気室で、電気室素通りの、メインのタスクを、あの写真の現像とシャワーを浴びた後に、右向かったって感じなんですよ。で LG さんが、電気じゃないわ、シャワールームの電気パチってするやつにいたって感じなんですね。なので位置的には浮いてると思うんですけど、左の情報もうちょっと洗っといた方がよくって、左にいたっていう、話が出てるのって寺蔵さんと、あとどなたでしたっけ、センターさん。センターさんが金庫 金庫だから、インポーサーでメントが使える前提であれば行きはできるっていう、うん、その前提ならね、あくまで。なるほどね。まあでも夏目先生の容疑者がエロちゃんと僕と寺蔵さんしかいないんじゃないですか、基本。北橋さんかな。エロちゃんはね、俺が武器庫にいるときに下に来てる。藤宮さんが、藤宮さんが演じるんですね。うん、でしょ。もっと左にいた人はいないわけでしょ、3人しか。うん、うん。思いますけどね。一応、サントスさんがキッチン側からセキュリティに来たときに、トウヤが合流して、一緒に動いてます。そう、方針としてどうする、追放するのか否か。ごめんなさい、トウヤさん目線、サントスさんって可能なんですか。可能ですね、キルは。あ、そうなんだ。まあ、ただあのエンジンが直近キルなので、割とヒット怪しいのはテラゾーさんかなとは思ってます。俺はセルフリポートもあると思ってます。あ、それはない、一緒に発見してるから。あ、そうなんだ。トヤさんと一緒発見してるのでない。機体はエンジンの右側なんですけど、エンジンから宿舎行くときに絶対に見えます。あの、トヤさん視点から私は白を出せないかもしれない。私視点からトヤさんは全てのキルに関われないのと、セルフも出せないので、はい、トヤさんに合わせますよ、テラゾー、うん、リアクターの左側直してた人ってどなたなんでしたっけ。センターさんが先にいた、センターさん。ちなみに容疑者のことで考えると、センターさん落としが多分優先度高いと思うよ、寺澤さんよりは。寺澤さんは1日目も合わせて。寺澤さんまで釣るかどうかは。あのね、エンジンの死体は絶対センターのせいじゃないけど、コクピットに多分夏目先生の死体があると思ってるから、センターだと思っちゃうな。あ、ベンチプテアさんみたいだったから。うん。寺澤さん。マジで、ピカチュウ、ピカチュウ、
ね、毎方そんなヘイト。ピカチュウ。ピカチュウ。10万ボルトで芝こう。芝くんな、10万ボルトで。ピカチュウ。10万ボルトで芝こう。いや、マジで途中まで。ピカチュウ。ナイスです。よし。ありがとうございます。え、今、妨害入ってますね。いや、溶けてる溶けてる。溶けてる溶けてる。ボタンなんで。うん。あ、その、停電直しました、展望で。はい。OK です。うん。まあ、多分先端だと思うから、俺までローラーしてもらって構いません。あと、それ以外に、まあ、あの、絶対に先端にはエンジンの死体は作れないので、先端で落ちてたとしても、藤宮さんの、キルが可能な人間を今の時間で探ってほしいかなっていう感じ、うん。藤宮さんのキルは、先端さんか寺蔵さんしかもうないんじゃない？私、あ、でもギリできるか、弁当使えばできるか、失礼、私も入るか、弁当は。そうですね、サンタさん、エンジン弁当使えば一応ギリ、うん。弁当あるか、失礼、入りますね、失礼しました。なんで俺視点は他にその容疑者がいるはずなので、ちょっとピカさんってあのアストルフはそこにいる。違った後どこにいるんですか、ちなみに。いる、シャワー室。シャワー室、シャワー室。あ、嘘ついた、ごめん、女性。女性ってエロちゃんと合ってますよね、多分それだったら。私ワイヤータスクやってたから見えなかったかもしれない。なんか食い違いありません？いや、エレクトリから抜けた後に私は、メインホールで、ワイヤータスクを終わらした後、アーカイブの方に向かおって直しに行こうとしてたって感じ。アーカイブ、いや、最終俺とエロちゃんがアーカイブからリアクターの右側に向かってるので、それだと見てなきゃ絶対おかしくて、で、ドア閉まってます、ね。白い茶入れてる。うん、いいぞ。だから、ないんだよな、潜伏が、エロちゃんは。まずね、女性のところのタスクをやっていて、先に AD さんとエロちゃんさんが抜けてる場合は、私は候補位置になるよ。そうですね。だから、はい、だから女性のところにエロちゃんがいたっていう話だったので、エロちゃんとは相違があると思うんですけど、どうですか、ね、見てないですね。例えば私がまっすぐ。リアクター前の話ですか、ピカクロスの話。うん、リアクター鳴ってる最中の話です。あ、そういうことですよね。俺、リアクター鳴った時にはすでに動き出してるので。あ、違うんですよ、エロちゃん。俺が、ピカさんが先にエレクトリカルから出て行って、僕がエレクトリカルでタスクやった後に出て行ったから、じゃあメインで何してたのってなるんです。エロちゃん現像と。女性に行ったはずだから、あ、ごめん、その前に私セキュリティでアップロード挟んでる。いいぞいいぞいいぞ、それ後から出します。いいぞ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 。じゃあそれで今日テラゾーさんに入れました。自投票します。あれ、東野さんってアップロードしてたよね。いいぞいいぞいいぞ。自投票しました。センターともう一人で追ってください。エンジンの藤宮さん殺したのがラストウルフです。よし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 。まあセンターじゃなかったらやばいけどね。うーん、ラッキー、負けたな。いや、マジで、いや、これは、ピカクロスさん MVP だよね、これさすがに。あ、マジで、白白なの、これ。うん。うん、やばい。めっちゃ噛み切る。ピカクロスさん、うまかったな。うん。投票誘導。これは負けだな。そっか。いや、左、もうないのかなと思ってたから。え、夏目先生、コックピット？あ、自分、メインです。あ、メインなんだ。はい、ああ、それは俺の勘違いだな、すまない。いやいやいや、しゃあねえな、読み捨てちゃって。でもそう見えちゃうよな、申し訳ない、変な。あのね、俺がね、多分コミュニケ、うん、ピワーゾー、はい、グレイチだと思ったんで押しました。私視点からちょっとお伝えさせてもらうと、今までのキル含めると、東野さんとエレジーさんはもうほぼ隠し色でいいと思ってます。はい、で、はい、私とピカさんがまあグレーで、エロちゃんは他の人の視点で含めて、まあ、グレーなのか白なのかは判断はまだついてないっていうのが私視点。僕の印象なんですけど、1キロ目に関しては電気室にいたっていうところでグレーだと思います。うんうん、1日目か、ハヤトプスさんがやつ、うんうん、で、2日目に関しては、目撃証言はないですけども、最後のエレジーさんとピカクロスさんの時系列から、まあ、できない位置なんじゃないかなと思ってますね。白拾えるって感じですかね。あ、直前だったら僕目線、色ちゃん無理とは言えます。ただ、なんでかっていうと、寺蔵さんがリアクターになってから左側向かってるってお話があったと思うんですけど、その同タイミングで僕は向かってる印象があったんですよ、右側に。で、LG さんとすぐ合流したっていう感覚だったので、うん、その間に、要は、あれ藤宮さん来るしかも、ピカクロさん来るって言ってんの、寺蔵さん。寺蔵さんは筆頭ですね、藤宮さん来るは。だから、キルは。そうですよね。うん、っていう意味で左の逃げるに関しては僕は関われないって思ってたんですけど、多分その判断をする、でそれはね、多分ね、LG さんとピカさんの判断になるかな。私、東野さんは客観情報だから、私はエロちゃんさんと会ってないから判断ができないです。LG さんができないぐらいですね。
僕は、ピカさんとエロちゃんさんの話にちょっと食い違いがありそうだなって思ってはいます今のところ。もう一回移動経路、私が間違えたところもあるから正確に言うと、私は新あの貨物スタートから診療所抜けてエレクトリカルのタスクを終わらせた後にエレジーさんとすれ違い、セキュリティの方でアップロードを終わらせた後にリアクターが鳴ったはずなのね。リアクターが鳴ったからメインホールに上がって一回女性のところのワイヤーをこなしてシャワーに入ろうとしたあたりで確か藤宮さんの発見。ああ、まあそれならまあ一応食い違いはないかな。リアクターセキュリティのアップロードは東野が見てます。ピカさん。あ、見た。あ、しかも見たんだ。じゃあ大丈夫。そこは見てます。じゃあ、大丈夫だ。失礼しました。できないですね、ピカさん。じゃあピカさん。あ、できないですか。なるほど。できないで。エレジさん目線エロちゃんはできます？全然できますね。あ、オッケー。その前の左合流する前は分からないので。頑張れ頑張れ。じゃあ今電気室を通って言ってます僕は。ごめんなさい、見れてない。申し訳ない。はい。ボタン押せてるやんけ。ほら、人を騙すのはよくないよ。本当にごめんなさい。でやなんか、ね、大嘘つけやん、夏目先生。いや違う、あれピカクロさんがセンター追いついてナイスって思ったらテラゾさんが信じてくれてる感じ。MVP やね。MVP なんですよ。分からんから。俺いやー、他の人の。他の人が白いって言ってるから、白いんだな。じゃあ先端だってなったけど。いや、寺蔵さん騙すの心が痛すぎた、ちょっと。ふざけるけど。心臓が痛すぎ。うん。よし、テスト終わったぞ。テスト終わっていく。あ狙われてる。殺される。おお、かわしたかわしたかわした。はい、あおお、そうだ、うまい。かわしたかわしたかわしてる。うまい。ああ、ミーティングです。ミーティング？ああ、カレーだ。カレーだ、コボ。これってキルできるんですか、タイミング？ピカクロスさん、待っとけばいい。切れんじゃん。うまいぞ。うまい。待っとけば。ああ、やばい。おお。なんだこの。イベント見てないのかな。うわ、すっげえやばい。なんだこれ。絶対追っかけてる人は怪しすぎるんだけど、なんとかだよ。音鳴りまくってんだよ。ああ、来ちゃった来たね。命を救う。こいつら何してんだみたいな。もうダメだ。何してんだ。逃げた。ああ、扉が閉まっとる。からの何がしたいんだよ、ちゃん。よしょっちゃん。溜まってんのかな、クール。あ、溜まってると思うけど。溜まってなかった、ちょっと。あ、けた。なんという意味だ。おぉ、ボタンはないのか。お、ボタンで、ここはなかなかリアクターがいかないよな。何その動き。タスクが。お。どうしようかい？二人で来る。二人で来ると見かけて別にそこにはないよ。いいぞ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 。右に逆走はしないですね。三人いるからな。お、つい、あ、佐藤さんがここでアドミンを見る。お、死体を発見するか。え、でもこれ見てもギャップルームに1だもんな。ギャップルーム1。あれ、これエロちゃん。これエロちゃん、これじゃあ。エロちゃんは昇降機右でエレジさんやってます。そうそう。昇降機右だとちょっとアドミン情報だとわからんかも。確かに。リフト右にあるし。あれ、エロちゃんどこ行った？わ、ウケる。もう1キルしてる。え、勝てるんじゃないこれ。これはおっと、あ、サンタさん、サンタさん、ナイス。よし、あー、よかった。エンジンでオレンジだけど、トウヤさんだけど、もう一人どこで死んでんの？あと若い、あの多分ミーティングルームですね。で、さらに情報あります。ベントから出たエロちゃんさんを目撃してて、私
で、昇降機前の弁当から出てきたから、私、はしごを登って逃げて、そこでずっと追っかけっこをやってました。で、停電。サントスさん、これ、同じ主張で、あれ、登り降りしてたの、僕と、ピカクロスさん2人だったと思うんですよ。で、あのあと、僕、ずっと逃げてたんですよ。はしご登り降りで。小見さんも来ても。ボタンがなくて、僕。だから、報告できないんですよ、これ。いいね、私も同じです。ボタンそもそもないから。で、サントスさんに気づいてほしいのは、一緒に私とエンジンルーム上がるときは並走してて、多分私がキルできるタイミングがほぼなかったはずで、いや、まだ、まだ、で、戻ったら死体があったわけですから、あの、エロちゃんさんしかないことは、あのそこの点で分かってほしいかなって感じです。あれ、ミーティングに死体があるっていう話をしてるね、もう一死体がピカさん。多分ね、あの、LG さんが一回上がってるのを目認して、あの確認してるから、停電のときに確か。だから多分、エロちゃんさんが上でやってるのかなって思ってるぐらいです。僕が、その上り下りしてるときにヌーン使って右に行って、それ以来 LG さん僕見てないんですけど、ミーティング行ってるんですかね。あ、分かった。ミーティングじゃないんだったら、その昇降機の左の方で死んでる可能性もあるけど、少なくとも停電のときに LG さんは昇降機にいました。それは間違いないです。上がってるかどうかはごめんなさい、もしかしたら違ったかもしれないかな。言えることとしてはそれぐらいになるかな。あとは、それしかないんだよな。あとは、その、藤宮さんだっけ、プテハ、あの、夏目さんだっけ、藤宮さんのキルが私が関われないのは、東屋さんに目撃されてるからって言ってるんですね。多分無理だと思います。チャッキリ打たれき、それに関しては、ベントキルがあるからあれなんだけども、そうだね。この、ただね、この回は、見た量が多いのがピカさんだから、あ、入れ合ってください、時間の割り。あ、はい。マジか、俺これ負けんのか。ずっと登りをしてたの、最後まで登りをしてたの俺なんですよね。停電の時に私は逃げました。わかんない、ごめんなさい、わかんない。惜しい。ナイスです。停電なかったかな。ピカさん心臓痛かったっすよね。いや、めっちゃドキドキしました。俺の方が痛いよ。バカだもん。 GG やらしいな。いや、エロちゃん、うまかったキルが。ほんとごめんなさい。いやー、申し訳ない。ナイスキルでした。ピカ、ちょっと位置情報聞くときに口を強かったら申し訳ないっす。いやいや、大丈夫っす。いやマジでうまかったの。エンジンルームでやれたんだ。エロちゃんだよね。エロちゃんですね、藤宮キルは。うん、だから、全然嘘って出てね、右のあそこまで行ったっていうのは。あ、そう、自分のキルはコックピットで、先端さんがベントです。だから、寺蔵さんがお見事でした、コックピットって。で、エンジンは、下ってキッチンからエンジンに飛んだの、エロちゃん。いや、違う。潜伏ですね。あ、寺蔵さんが通った後のに殺したら濡れるかなと思って。すごい。ああ、俺の後ろから追っかけてエンジンで殺したってこと？いや、そうそう、藤宮が後ろついてってたんで、うん、ベントから、違うか、メインから来た藤宮切って、そのままベントまた、あ、違うか、メイン行ってって感じですね。そうそう、そっから僕の合流ですよね、多分。超ギリギリだったなぁ。いやぁ、うまかった。え、あと何秒くらいですか、ちなみに。18秒とか20秒。あー、結構した瞬間だったからね、うん、でも逆走しなければって感じだったんですね、うん、そうだね。そう、なんかあの2人が昇降機で遊んでるから、あ、絶対これどっちかベント見たでしょと思って。そう、一緒に見に行ったんですよ、多分東谷さんとね。多分そうですね、なんか5人生きとるやんって思って。そうそう、したら停電でバカらされて、ちょっと停電でちょっと直しっかって言ったら、その場で殺されたっていう。いや、でも最後そんなに自信なかったっす、正直。結構分かった、エロちゃんがすごいなんかいい位置入ってたから、6-4くらいの比率だったから、もう、ああ、ギリギリだった。結構ピカさんがあのダブキルのターンの話出したの強かったですね、普通に。そこで多分取れたのがあったと思う。あ、いや、ダブキルのターンはセキュリティ側に残ってるなら、最後、弁当行って、キュッキュが一応ギリ成立するから、うん、そこはあんまりもう判断材料入れなかったです。それよりも、最終日で見た時間量が圧倒的にピカさんの方が多かったので、ダブルキルができるチャンスが少ないなっていう、もう自主点の底を信じたって感じですね。あ、確かに。いや、でも自信なかった、正直。いやボタンがあれば押したんですけど、もう無理でしたね。なんかないから、今度誰かに会わなきゃってなっちゃいました。すいません。いや、ナイスファイトです。サプライズって言いながら出てったつもりなんですけど。いや、サプライズでした。俺自身もサプライズだと思って。寺田さん申し訳ない。寺田さん申し訳ない、途中。ああ、いいね。
エロちゃんの格好したら、うん、エロちゃんとペアで熱かったんだけどな、勝ちなかったな。マジでびっくりした。あ、それ熱いっすね。確かに。あと先端さんを連れたのってピガクロスさんの一声だから、そう、もうあれめちゃめちゃ MVP だった。マジでやめてほしい。そう、あのテラゾーさんから先作ってたら危なかったかもしれました。もうなんか前からテラゾーさん、なんか先端さん2日連続って思ったけど、それでもみんなじゃ先端さんいるかって集めてたから、あれナイスでしたね。ありがとうございます。あ、そう、それも白かったんだよな。そう、テラゾーセンターさん側の方で落ちたかなと思ったから、そこをピカさんがやったから、その白貯金は確かに、確かに確かに確かに、うん、俺そう、最終的に俺ピカさんめっちゃ疑ってたけど、よく考えたらその東亜さんの視点で、うん、あ、じゃあピカって言ったから、うん、白目が個人的に上がった分は、いや情報が多かったな。あとエロちゃんがちゃんと白い2人殺してたの強かったですね。そうそうそう、なのよ。うん、いや、自分がいつになると思ってなかったから、自分が説得ポジになると思ってたから。いや、マジそれ読ん、それ考えてなかったしと思って。最後のキル我慢すごかったっすね、本当に。うん、キル我慢。キルの我慢が、あ、ここまで5人生きてんだって思ってました。じゃなくてできなかっただけなんですよ、ピカクロさんのおかげで。ルールがね。見事でした。